こんにちは。今回はですね、改正労働施策総合推進法についてお話をしたいと思います。難しい文字列なんですけど、要はパワハラ防止法のことです。パワハラ防止法の正式名称こういう名前なんですよ。でもまあ多分皆さんパワハラ防止法の方が耳に馴染んでらっしゃると思いますので、まあパワハラ防止法でいきますね。で、パワハラ防止法についてなんですけども、今中小企業でもきちんと守ろうねということになりましてですね、我が社でもそうなんですけど、今まできちんとした規約がなかった、規約とか規則とかですねがなかった会社でも、作らないといけなくなったものですから、我が社も実は今作ってる最中でございます。もっと早く完成させなくてといけないんですけどね、本当はね、はい。というわけで、じゃあパワハラ防止法って皆さん当然ですけど興味が出てくるのが、どこまでがパワハラでどこまではパワハラじゃないのかとかですね、そういった基準みたいな部分が気になると思いますので、そういったことはきちんともうガイドラインが提示されてますので、もしそのご興味がおありの方はそれ、まあ、このガイドラインに触れてる YouTube 動画だったり、ウェブサイトだったり、もう今いっぱいありますから、もうわざわざ私の方から説明しません。ポイントだけの話にします。で、皆さんが興味を持つであろう、ポイントが、私は2つ感じたので、この2点について、残りの2点についてお話しさせていただきたいなと思うんですけど、誰基準かですね、まず1つ。例えばセクハラでよく言われる、セクハラかな、痴漢かなでよく言われるのが、セクハラって感じたらそれはセクハラだみたいなことをよく言われると思います。はい。男性にとってこれ別にセクハラのつもりないんだけどみたいなことをやって、女性がでも私はセクハラだって感じたんですみたいなことだと、セクハラの範囲内の話だとそれはセクハラだって結論に今でもなるのかな、おそらくなるんだと思います。で、実はパワハラに関してはその価値観じゃないです。パワハラに関してはですね、あくまで一般的な方がどう感じるかを基準に置いてます。これですね、一般的な方が基準です。例えばですけど、ものすごく精神的に病を持ってらっしゃって、ものすごくメンタルが弱い方が、上司に何かされた時に、私は傷つきました、これはパワハラだと思いますって仮に言ったとしますね。で、その場合、一般的な精神状態というか精神構造の方が全く同じことをされて、あ、これ一般の方でもきっと傷つくねってなったらパワハラですし、一般の方だとそれは傷つかないよ、だったら実はパワハラとして認められません。で、ちゃんとこの1個目に言いましたガイドラインにそういうこと書かれてます。はい。ですので、あくまでパワハラは一般的な精神の方、だから大多数の方ですね、人口の大多数の方が、それはパワハラだって感じるようなことはパワハラと認定されますし、大多数の方が、いや、それはパワハラ扱いしかかわいそうじゃないっていうことはパワハラになりません。はい。なので、セクハラと違うのが、やられた人が感じたらパワハラだっていうのは、セクハラと大きく違う点ですね。パワハラはそれは通用しません。なので、ただ逆のパターンもあってですね、例えば上司からしたら部下がですよ、部下がものすごいメンタル強い子で、普通の人だったらくじけるようなセリフをこいつには言っても大丈夫だろうって言って、お前カラスだからとかみたいな話を言ったとして、その子本人は一見耐えてるというか、大丈夫そうに見えたんだけど、後日実はそれが僕蓄積してて、もう心に病を感じてたんですみたいなことを言った場合、その子が強いと思ったから言いましたも逆に通らないんですよ。一般的な方が、言われて傷つくようなことを言ったのであれば、その部下がたまたま強そうで大丈夫そうに見えてもパワハラ認定されますので、なので、この基準は誰かっていうのは、特にメンタルが強い人でもないし、特にメンタルが弱い人でもなくて、あくまで世間の平均値、一般的な多くの方がパワハラだと共感するような内容であればパワハラですし、一般的な多くの方がそれはパワハラ扱いしたらかわいそうじゃないってなるようでしたらパワハラと認定されませんので、まあ、その一般人が基準だっていうのが大きなポイントですね。で、もう一個、これ私会社を運営してますからめちゃくちゃ気になったんですけど、その上司と部下でパワハラが発生したとして、上司が人間的に終わってる人格をしてて、ただ会社としてはめちゃくちゃいい運営をしてると、たまたま採用したこの上司の人格が終わってるだけで、この人個人だけめちゃくちゃ悪い人だと、で会社は本来いい人だっていう場合、会社は責任を問われるのかというお話ですね。これめちゃくちゃ気になったんで私弁護士に聞きました。はい。その場合やっぱり会社に監督責任は問われるみたいです。
ですのでこ の, あのめちゃくちゃ異常な上司を放置したという責任を問われるみたいなので、まずはその会社はこのめちゃくちゃ異常な上司の異常発言を放置しているっていう状況をどうにかして改善の努力をしたかっていう部分に関しては問われます。でただ、度重なる再三この頭がおかしいって言ったらダメだな、あの性格がものすごく悪い上司に再三指導とか注意とかをしてるにもかかわらず、その指導がきちんと効果を発揮する前にこのパワハラ問題が発生しちゃったとかね、そういう場合はきちんと会社はやるべき努力をしてる最中であったりだとかね、そういう経緯が認められると会社は悪くないって考え方になるみたいです。なので、監督責任があるっていうのは重要な問題なんですけども、あの世間の一般常識で考えられるきちんとした指導をこの、ちょっと厳しすぎる頭のおかしい上司に対しての指導もきちんとされてたら大丈夫だと。この頭のおかしい上司自身だって人権もありますから、あのこの人を何でもいいからクビにしろって言ったら今度はこの人があの訴える側になりますからね。なのでこの、厳しすぎるこの頭がおかしい上司、あの連呼しちゃったらごめんなさいね、この人の処遇をきちんと会社側は何かの手を打ってたかっていうのは問われますから、なのでこの人が性格が悪いだけでそのパワハラが会社が知らないうちに発生してたっていうのは監督責任が問われます。ただし、きちんと手を打ってたら打ってる経緯の中で発生してしまったものは仕方がないっていう認識をされることは結構ありますよっていうお話ですね。というわけで、皆さんパワハラをしないように、会社をご経営されている方、中間管理職の方、これは実は、部下でもです、はい、これガイドラインに書かれてるんですけど上位下位関係なしですから、会社の会社内での階級が下位の方が上位の人に対して例えば自分しか持ってない技術力とかがあって、その技術力を持ってる人があのグフテクされたら上位の人が困るとかね、こんなことに傘を着て嫌がらせとかしたら実は上下位の人から上位の人にはでもパワハラなんですよ。なので、これは実は上司に会社内での上位の人に関係なくですから、下位の人も気をつけてください、というわけで、仲良い世の中を作っていきましょう。以上です。さよなら。